全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。好スタートは2頭、レイノフラッシュ、ナイテバシオクオ。まずは先行争い、外から押して12番ナイテバシオクオ、続きまして14番オニゴロス、その後は7番シンデレラフィット、4番ズブズブスター好位をキープ、10番タクラマタン、内から5番チャラオールナイト、11番神の子不思議など真ん中あたりにつけています。内押さえて8番ターボチャージャー、2コーナーに向かいます。内押さえて6番ラブイズオーガー、そのうち2番レイノフラッシュ、3馬身相手3番マルタイテイオー、これからバックストレッチに向かいます。8馬身相手13番シンボリレゴルフ、そのうち9番ペヒルンゲンキーニ、1番オスナトリック最後方に控える。 1000m の通過タイムは1分0秒2、冬の中山競馬場を駆け抜けていきます。ここから先頭までは10馬身以上、各馬第3コーナーをカーブしていきます。先頭代わってチャラオールナイト、後ろに12番ナイテバシオクオ、7番シンデレラフィット後位につけました。残り400を切ってチャラオールナイト、その後からナイテバシオクオ、4コーナーから直線へと向きます。タクラマカンかわして先頭、オスナトリここでもまだ後方、ナイテバシオクオここで先頭になった、逃げる逃げるナイテバシオクオ、シンボリレゴルフ並ばない、あっという間にかわした、シンボリレゴルフ差し切って降臨、勝ったのはシンボリレゴルフ、鞍上は池添健一騎手、勝ちタイムは1分47秒9、シンボリレゴルフブリーダーズカップを見事勝利しました。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。好スタートは外肉肉大王、まずは先行争い、6番オールリスペクトすっと前につけます。2番手12番スプラッシュスキーム、2番手代わって1番菊正宗、4番アイワナビーヤ好位をキープ、内側3番オーバーゼア、11番肉肉大王真ん中あたりにつけています。内から5番オーバーザリミット、これを見るように内側2番ミスクル、1コーナーをカーブし終えて2コーナー、6馬身相手9番花緑、1番人気7番ドバイミレニアム、この位置これから向こう上面に入ります。外から13番田中、外から10番ハミハミシャカリキ、最後方は8番里船、各馬冬の中山競馬場を駆け抜けていきます。1000m の通過タイムは1分1秒0、先頭から最後方まで10馬身以上、各馬第3コーナーをカーブしていきます。先頭は依然オールリスペクト、差がなく1番菊正宗、4番アイワナビーヤ好位につけました。12番スプラッシュスキー外から差を詰める、残り400を切ってオールリスペクト、その後から菊正宗、4コーナーカーブから直線に向きます。ここからが勝負どころ、ドバイミレニアムまだか、アイワナビーヤ先頭に並びかける、花緑足色はどうだ、アイワナビーヤ捉えに出る、花
花緑、まとめてかわした。花緑、差し切って合輪。勝ったのは花緑、鞍上は池添健一騎手。花緑、ブリーダーズカップを制しました。2着以下は混戦です。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。コーダッシュはジーカワ、ライトニングアヤヤ。まずは先行争い、内から押して9番モーカン、5番アトランティスの謎かわして先頭、10番クラフトビーム先頭に入れ替わります。8番ヤダーミリアン先頭に入れ替わります。11番タガニーニ好位につけています。12番ルージュの裏切り先頭に入れ替わります。6番サマーポカポカライ好位をキープ。4番トンガリブタゴリラ真ん中あたりにつけています。1コーナーをカーブし終えて2コーナー、1馬身相手2番ハムハサムハンサム、これからバックストレッチに向かいます。9馬身相手1番チーカワ、外を抑えて13番ライトニングアヤヤ、内側3番ヘアスギネル、最後方は7番カミズナーラシ。1000m の通過タイムは1分1秒0。冬の中山競馬場を駆け抜けます。ここから先頭までは10馬身以上、3コーナーに差し掛かろうとしています。先頭は変わらずモーカン、続いて4番トンガリブタゴリラ、5番アトランティスの謎好位につけました。残り400を切ってモーカン、その後からトンガリブタゴリラ、4コーナーから直線へと向きます。ここで先頭が変わった。3頭の激しい先頭争い、坂を登ってまだ先頭はヤダーミリアン、チーカはここから届くか、チーカは食い下がる、ヤダーミリアン、ヤダーミリアン押し切って合輪。勝ったのは8番ヤダーミリアン、勝ち時計1分48秒4。ヤダーミリアンブリーダーズカップを見事勝利しました。2着チーカは、3着にはルージュの裏切り。
全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い、内から押して9番ストレットマイシン、13番雪のスターダムかわして先頭、8番タクーヤバクシンを先頭に入れ替わります。14番ネオチバクスイオー好位をキープ、6番エナリ銀行内押さえて、1番桜の一撃、1番人気3番御嶽ロックこの位置、10番ひなぼしこの辺りが中段。 600m の通過タイムは33秒0。外から11番アイエムブレイク、4コーナーカーブ直線コースに入ります。400を切って先頭タクーヤバクシン、そして雪のスターダム、4頭の激しい先頭争い、ここから坂を駆け上がる。まだ先頭はタクーヤバクシン、エナリ銀行徐々に接近してくる。エナリ銀行並ばない、あっという間にかわした。エナリ銀行差し切って降臨、勝ったのはエナリ銀行、鞍上は石谷リンクシュ、勝ち時計1分5秒0。エナリ銀行ブリーダーズカップを制しました。2着タクーヤバクシン。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い、大外から押して14番はぐれメタル、これに続いて4番ミルキークルーズ、その後は1番ブッチオニ、外から11番うますぎ剣心、7番ファビラスライト、内から6番ひねこいめおおめ、8番ダブルダブルスター、真ん中あたりにつけています。続きまして10番宮野シャングリラ、 600m の通過タイムは33秒2。内から3番モフモフ、後ろに12番ロマンスライジング、4コーナーから直線へと向きます。残り400を切ってブッチオニ、その後からうますぎ剣心、ブッチオニわずかに先頭か、ミルキークルーズ並びそうだ、坂を上りブッチオニ突き放しにかかる。ブッチオニこのまま押し切れるか、先頭はブッチオニ、ブッチオニ先頭で合理、勝ったのはブッチオニ、鞍上は横山和夫騎手、勝ちタイムは1分5秒4。ブッチオニブリーダーズカップの栄冠に輝きました。ハグレメタルミルキークルーズ、熾烈な2着争い。
全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まず何がいきますか。早くも先頭13番ロビンスペシャル、2番手6番スプリングゴールド、7番カンパネラ好位をキープ、12番ゴーゴーチャンス好位をキープ、その外8番丹波の黒豆、内から3番ステラフラッグ、これを見るように外側9番マーブルトリッパー、外を押さえて11番カーニバルだよ。 600m の通過タイムは33秒0、内から2番西のプリンス、外から上がるのはカラーゲテイション。400を切って先頭ゴーゴーチャンス、そしてロビンスペシャル、4コーナーカーン直線コースに入ります。追いすがるスプリングモールド、ひくつぶみがある、苦しい展開になった。カンパネラかわして先頭に立った。カンパネラ差を広げにかかる、ココイーグル、フルガサル差し切って降臨。勝ったのはフルガサル、鞍上は三谷隼人騎手。勝ち時計1分5秒3、フルガサルブリーダーズカップを見事勝利しました。2着以下は混戦です。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらつきました。まずは先行争い、外から押して12番オブシディアン、16番ヨナキークエリ譲りません。その後は3番ハミハミならずもの、内側9番サクラトップガン、外から13番トワイライトミヤビ、その外14番赤く霞む夕日。各馬第3コーナーをカーブしていきます。内押さえて8番フォーサイス、続きまして15番シンガリツンツン、 600m の通過タイムは34秒0、1番人気6番バージルこの位置、それから5番リンアンジキ、その外11番ミルキーパイレーツ、4番パタナイト、内から差を詰める。4コーナーカーン直線コースに入ります。400を切って先頭ヨナキークエリ、その後赤く霞む夕日、バージル勢いよく追い上げる。バージルわずかに先頭か、坂を上り変わらず先頭はバージル、カミカミならずもの捉えに出る。オブシリアン先頭に並びかける。ヒルプリンスバージル先頭でゴール。勝ったのはバージル、鞍上は横山武史騎手。勝ちタイムは1分18秒4、バージルブリーダーズカップを見事勝利しました。2着オブシリアン、その後3着ハミハミならずもの。
全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まず何がいきますか。内から押して3番タクーヤプリンセス、外から上がるのはイロハス、2番おいしいタルト、好位をキープ、小馬身相手6番ミカガン、内押さえて1番ラドルユー、小馬身相手15番ミントちゃん、内押さえて13番フルーツパンケーキ、1コーナーをカーブし終えて2コーナー、内押さえて8番フルーツアラモード、14番ミカサーッカーマン、内から10番アルテティナコテーク、内側5番テイエムオペラザ、1番人気12番クシャトリア、この位置内押さえて4番弓張月、これを見るように外側9番小沢陽子、内から7番斉藤飛鳥、最後方11番チューリップティアス。 1000m の通過タイムは1分2秒2、冬の東京競馬場を駆け抜けます。ここから先頭までは10馬身以上、先頭はイロハス、各馬第3コーナーをカーブしていきます。後ろに3番タクーヤプリンセス、6番ミカナン、好位をキープ、1馬身相手1番ラドルユー、そのうち2番おいしいタルト、10馬身相手15番ミントちゃん、4コーナーから直線へと向きます。さあ直線コースに向いた。3頭が先頭を争っている。イノハス頑張っている。400を切って先頭イノハス、そしてタクーヤプリンセス、イノハス、イノハス先頭だ。ミカナン外から差を詰める。わずかに先頭はイノハス、残り200を切った。追い上げるミカナン、ミカナン接近してくる。ミカナン先頭に並びかける。ミントちゃん伸びる、並んでゴール。ミカナンわずかに前か。判定をお待ちください。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。16頭ほぼ揃いました。まずは先行争い、10番インパラミタイ先頭に立ちます。8番ベレダッグが先頭に入れ替わります。2番ピクトレブ先頭に入れ替わります。14番ヨダキヒゲフェイス好位につけています。11番ターウェル好位をキープ、7番レインボークエスト、外から9番バームロール、続きまして16番シェイクアウト、15番ボコスカウォーズ真ん中あたりにつけています。そのうち6番ゲルトミラー、内から3番ピクトルザンギエフ、続きまして13番ヤマト魂、内押さえて4番ボジョウサトウル、1番ビギンザリアル、少し差が開いて12番ウエストグロリア、5番デジタルウィング、差が開いて最後方。1000m の通過タイムは58秒2、冬の中山競馬場を駆け抜けます。ここから先頭までは10馬身以上、先頭はヨダキヒゲフェイス、差がなく2番ピクトレブ、
7番レインボークエスト好位をキープ。400を切って先頭ヨナキヒネテイス、そしてキクコネル。4コーナーカーブから直線に向きます。ここからが勝負どころ。坂を上り、ここで先頭が入れ替わる。逃げる逃げる。バームロール、インパラみたい。接近してくる。インパラみたい。捉えられるか。バームロール押し切ってゴールイン。勝ったのはバームロール。鞍上は国分京介騎手。勝ち時計1分43秒4。バームロールブリーダーズカップを見事勝利しました。2着ヤマト魂。